ハンソロ。ハンソロは、アメリカの SF 映画、スター・ウォーズシリーズに登場するキャラクター。相棒の中爆下と共に密輸業を営む、無法者だったが、ルーク・スカイ・ウォーカーや、レア・オーガナとの出会いをきっかけに、銀河帝国との戦いに加わる。ジョージ・ルーカスは、ソロのキャラクターについて、グループの一員であること、交易のために尽くすことの重要性を理解している一匹狼。 と述べている。ハリソン・フォードが、ソロ役を演じ、スピンオフ作品、ハンソロ、スター・ウォーズ・ストーリーでは、オールデニ・エア・エン・ライクが演じている。アメリカン・フィルム・インスティチュート、AFI が企画した、AFI アメリカ映画100年シリーズでは、アメリカ映画のヒーローベスト50で14位、彼のセリフ、メイ・ザ・フォース・ビー・ウィズ・ユー、フォースと共にあらんことを、が、アメリカ映画の名セリフベスト100で8位に、 ランク入りしている。惑星コレリアで犯罪組織の下働きをしていたが、トラブルから逃れるため帝国アカデミーの門を叩く。その際に生が必要となり、家族がいないことから、ソロの名を受付係に付けられた。アカデミーでパイロットの訓練を受けたが、帝国の方針異議を唱えたことから追放され、不評として戦場に送られる。 脱走の常習犯として入れられた牢獄で中爆かと出会い協力して脱出、強盗団に加わる。受け負った仕事で早い船が必要となり、ミレニアムファルコン号を所持するランドカルリジアンを仲間に引き入れる。その仕事の最中に負傷したランドに代わって、ミレニアムファルコンを操縦し、銀河中にその名を轟かせることとなる。ケッセルランを十二パーセクの記録を達成。 仕事を終わらせた後カードゲーム、サバックで、ランドとの勝負に勝ち、ファルコンを手に入れた。悪名高い密輸団の一員に加わり、ジャバザハットなどの犯罪を相手に、ケッセルサン・スパイスの密輸を制御としていた。しかし、スパイスの積み荷を輸送中に、帝国軍の検閲に遭遇し、積み荷を宇宙空間に捨て難を逃れるが、依頼主ジャバに対して多額の借金を作ってしまう。 途方に暮れていた矢先、モス・アイズリーの酒場で出会った、ルーク・スカイ・ウォーカーとビワン警備を、惑星、オルデランに運ぶ仕事を莫大な報酬金で受け負った、ことから、反乱同盟軍の側に引き込まれることとなる。最初は反乱同盟軍への参加に乗り気ではなかったが、エピソード4.56の戦いを通じて、中心的な人物へと変わり、賞金稼ぎボバヘッドに追われ、 ジャバに身を拘束されるなど危機に遭遇しながらも、物語において重要な役割を演じた。レイア・オーガナとは反発を抱きながらも惹かれ合う仲となる。最終的に反乱同盟軍の将軍に任命され、部隊を率いて衛星エ,エンドアのガツの森にあるシールド発生施設を攻撃し破壊するという功績を挙げた。その後はレイアと結ばれ、息子、ベンを設けるが、 ベーンは、祖父ダースベーダーへと傾倒し始め、二人の手に負えなく、なったためルークの元へと預けられる。しかし、ベーンは、ダークサイドに転向、ルークの弟子たちを殺害して、姿を消す。これにショックを受けたソロは、中爆カと共に、レイアたちの前から去る。エンドアの戦いから30年後、ホースの覚醒、密輸業を再開していたソロは、レイ、フィン。 BB-8 と出会う。これによりソロは再び戦いに目を投じることとなる。レイア率いるレジスタンスとの合流の後、帝国軍の残党である、ファーストオーダーのスターキラー基地へと乗り込むが、そこで、カイロレンとなったベンと再会。説得を試みるが、隙をついたベンにライトセーバーで体を貫かれ、殺害される。新たなる、希望以前の経歴について書かれた小説では、 ソロは、惑星コレリアで生まれ、コレリアの路上で孤児として育つが、海賊、ギャリスシュレークに拾われ、窃盗など数々の犯罪を仕込まれる。主人の船である、トレーダーズラック号で、奴隷同然の扱いを受けながら育つも、母親がありであった、ウーキー族の女性のおかげもあり、かろうじて完全に刷み切ることはなかった。学校へ通うことは許されなかったが、時折忍び込んでは、 必死に勉強をしていた。また、主人の命令で出場させられたスープレースでは、抜群の反射神経と転生の異を見せ、サーキットを大いに沸かせた。19歳で船を脱走。パイロットとしての技量を頼りに、惑星イリーシアに赴き海賊を討伐するなどの活躍を見せるが、ハットの所有物であった奴隷女性と恋に落ち、危うく彼の激凛に触れるところを逃亡した。 その後、コルサント経由で、惑星カリラの帝国アカデミーに入学。各種教育課程を高成績で終了。特に持ち前の操縦技術が高く評価され、後に、彼の愛用となる軍服コレリアンブラッドストライプの着用を許される。帝国軍の高級将校となる道が開けていたが、奴隷だったウーキー族の中馬下と出会い、彼の逃亡を助けたことから、軍事法廷で、 有罪判決を受けたため、軍籍を剥奪され除隊処分となる。命の借りを返すために付き従い、後苦楽を共にすることとなる。相棒剣副操縦士の中ッカと共に密輸業者となる。エンドアの戦いから4年後、ハンソロは職を辞して結婚し、レイヤとの間に、ジェーナ、ジェイセン、アナキンの3人の子供を設ける。その後もな戦いで、英雄的な活躍をし、 ソロを題材にしたドラマが多く作られるほど有名になるが、大半が事実に基づかない創作されたストーリーであり、本人はそうした虚像で見られることを嫌っている。スター・ウォーズの草案では、ハンソロは緑色の肌で花がなく、巨大なエラを持つエイリアン種族であり、同時にジェダイ・イコール・ベンドゥ、ジェダイ・オーダーのメンバーで、スカイ・ウォーカー将軍とも面識があるという設定だった。後に、 ソロは口ひげを生やした華麗な海賊に変更され、ルーカスは物語を三人の人間、ルーク、レイア、ソロを中心に進展させることに決め、草案のエイリアンの代わりにソロの助手として中ッ化をデザインした。最終決定校でソロはタフなジェームズ・ギーン的スタイルの宇宙パイロットに変更されている。ソロは皮肉屋で基地に飛んだ密輸業者であると同時に、 現実的な人間でもあり、自身を実利主義者だと思っている。しかし、彼はルークたちとの冒険を通して他者への思いやりの心を持つようにな、行く。ルーカスは、自身の監督作、アメリカングラフィティのキャストを、スター・ウォーズに起用することを避け、ソロ役には、アルパチーノ、クリストファー・ウォーケン、ジャック・ニコルソン、シルビス・ター・スタローン、カート・ラッセル、ビル・マーレー、スティーブ・マーティン、 ロバート・イングランド、ニック・ノルティ、バート・レイノルズなどが候補に上がっていた。しかし、アメリカングラフィティの出演者であるハリソン・フォードが、レイヤ役のオーディションの相手役を務めた、サイの演技が認められ、ソロ役に起用された。ルーカスは、フォードのことを、面白いキャラだけど、嫌な奴にもなれる奴だと評価していた。シスの復讐の初期案では、キャッシークで、 クリーバス将軍の行方を探すようだを助ける10代の少年として登場する予定となっていたが、ルーカスはキャスティングを始める前にソロの登場をカットすることに決めている。また、フォードは映画の中でソロは死ぬべきだと考えており、ジェダイの期間ではソロを殺すように求めたがルーカスに拒否されている。フォースの覚醒でソロは息子カイロレンに殺されるが、 監督の j j エブラムスは彼が殺されることで、デンがダースベイダーの後継者として成長する機会を与えたという点で映画貢献していると述べている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。